チックフィレーは、ジョージア州、カレッジパークに本社を置く、鶏肉料理に特化したレストランチェーンで、アメリカ合衆国で2番目に大きなチキンファストフードチェーンである。アメリカ合衆国南部を中心に展開しているが、近年は南西部、中西部そしてロッキー山脈にまで拡大している。2006年7月現在、37州と、 ワシントン DC に1300店以上を展開。創業者兼会長のエストルエット・キャシーが熱心な南部バプテスト連盟の信者であるため、全店舗が日曜日に休業する点が、ファストフードチェーン業界の中では、際立っている。チックフィレーへの歴史は、ショッピングモールと切っても切り離せない。初期の店舗の大部分は、モールの中にあった。 しかし近年出店された店舗は、客席とドライブスルーを備える独立店舗がほとんどで、ある。2007年10月現在、チェーンは700の独立店を要している。その一方、ドライブスルーのみの店舗や、ライセンス契約に基づいた、大学、病院、空港内のレストランもある。元祖チキンサンドウィッチチックフィレーのチェーンは、 エストルエット・キャシーが1946年にアトランタ郊外ヘープビルにオープンしたレストラントワーアフグリルから始まった。そのレストランはフォードの工場の近くにあり、労働者がシフト勤務の間に食事をとっていた。最初のチックフィレーは1967年にアトランタのグリーンブライアーモールにオープンした。 現在のスローガンウィーディドゥントインベントザチキン、ジャストザチキンサンドイッチは実話に基づいている。ファストフードのメニューといえばまずハンバーガーであった時代、キャシーはチックフィレーの主力メニューとなる鶏胸肉のフライをバンズに挟んだチキンサンドイッチを発明した。キャシーのチキンサンドイッチは食事を素早く提供するアイディアに由来する。 キャシーは落下性油で鶏肉を圧力調理することで調理時間を短縮できることを発見した。チックフィレーのオリジナルチキンサンドイッチには2枚のピクルスが入っているが、これは単に彼がサンドイッチを作った時に持っていた唯一の薬味だったからである。アトランタ大都市圏の企業であるチックフィレーは1997年以来毎年アトランタで開催される。 カレッジフットボールゲーム、ピーチボールのタイトルスポンサーである。2006年シーズン開始時にピーチボールは、チックフィレイボールと改名された。チックフィレイはまた、サウスイースタンカンファレンス、アトランティックコーストカンファレンス、そしてビッグ12カンファレンスの主要スポンサーでもある。2010年代後半に急成長し、2018年の売上は、 昨年比16.7%増の約105億ドルに達した。これで全米のレストランチェーン全体でも、マクドナルド、スターバックスに次ぐ第3位の規模となり、ウェンディーズ、バーガーキング、タコベル、サブウェイなどを売り上げで抜き去った。2012年、同社の社長、ダンキャシーが同性婚への反対を表明、ゲイの権利団体などがボイコットを叫ぶなどした。 一方で、宗教保守派は、社長発言を称賛し、店に行こうと呼びかけているなど、騒ぎが拡大している。2021年には、米バーガーキングが、プライド月間となる6月に、チキンサンドイッチを購入するたびに、LGBTQ の人権団体に寄付するという、キャンペーンを行ったが、その中で、 もちろん日曜日も、と、チックフィレーを挑発する内容を加えたことで話題になった。ありがとうございます。